すいません、次の工程ございますんで、よろしくお願いします。終わっていないと、そういう言葉でおっしゃいましたが、これからどのような方針で臨まれるでしょうか。負担軽減に関して、これはもともといかにして負担、こちらの年配の負担を、その軽減をさせるかというのが、私にとっての一番の命題であります。それだけに、負担軽減のために、最初は県外にという話を申し上げています。それからも、例えば訓練の移転という意味においては、負担軽減のために積極的に他の道府県にも働きかけてまいりたいと思っております。知事会もございますから、そういった場も通じながら負担の軽減を図っていくと、積極的にそのために努力をしていきたいと思っております。具体的には知事にお話を申し上げました。ホテルホテルの話とか、あるいはサルナ避難のできるだけ早期の方法とか、さまざま申し上げたところがございます。そういったことも含めて、また環境に関する配慮のことも含めてでありますが、関係者に関しては全力を挙げてまいります。またこれで終わりではないというのは、負担軽減に関してはある意味でずっと負担軽減のためにこれからも努力をしてまいりたいと。今回の5月末で全てが終わりだという話とは全く思っておりません。これからもアメリカに対して求めていきたい負担軽減策は様々ございます。そういったものもしっかりとこれから先の議論として、なかなか厳しいという話はいただきました。これからもしっかりと理解を深めていけるように努力しています。片山総理、片山総理、